ことで一つ一つご紹介しましょう。まず一つ目にあるのがハードル。高さは30センチ、50センチ、3枚目はなんと70センチ。猫にとっては目の前に高くそびえる壁、果たして飛び越えることはできるんでしょうか。次に来るのがあちらの大きな道具。あちらは横倒しにしたはしごです。このはしご、上下にジグザグに進んでいきます。そして最後に待っているのは狭い狭い透明なトンネルです。そして最後は大技にも挑戦します。大技が無事成功したら皆さん今日一番の大きな拍手お願いします。さあ、それではステージの準備が整いました。早速エースをご紹介しましょう。チャリーどうぞ。ラストエースは私のハンガーのスリーボール。やってきたのはメイクです。名前はチャリと言います。さあ、それでは一つ一つ慎重に参ります。チャリの準備、いくぞ。ここにいる猫たちもまた皆様にお会いできる日を心よりお待ちしています。さて、最後に出てきたのはくす玉です。最後はこれを終わって皆さんにお別れのご挨拶です。最後の最後にやってくるのはこの猫、アメリカンショートヘア、お名前ひまわりと言います。それでは皆さん、キャッツを飾る大谷です。いきますよ、ひまわり猫パンチでくす玉を魅力たっぷりに伝えることができたに違いない。たまにはこんな風に人間たちを紹介するのもいいかもしれないね。